Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーボスです。本日もバイオハザード6をやりながら人生相談乗っていきましょう。多分ね、いよいよラストパートになると思うんですけど、まあ、結構ね、今回長くなると思います。ちょっとね、なぜならエンディングがあるからね。まあそんなね、まあ、ちょっとね前回中途半端なところで終わっちゃったんですけど、後ろでねうわーってやってる間に質問ね読んで早速やっていきましょうということで、今日はまずこちらですね。夢と目標の違いは何ですかということですね。はい、ありがとうございます。まあ確かにね、なんか自己啓発本とかではね、目標を持ちましょうとか夢を持ちましょうみたいなね、なんかどっちのセリフもあったりするんですけど、結局それでどう違うのみたいな話ってよくあると思うんですよね。ってなった時に、せやな、夢と目標な、まあ、なんていうんですかね、ちょっと表現難しいんですけど、夢っていうのはそれを目指すことで近づくうちに何かを達成したりするもので、目標っていうのはそれ自体を目指すものっていう、まあ、区別の仕方がいいんじゃないかなみたいなふうに思ったりするんですよね。例えばなんかこうなんだろう、部活とかで目標は全国制覇ですっていう言い方をするけど、夢は全国制覇ですって言わないじゃないですか。全国制覇ってなんかもうなんかそれそのものを目指してるっていう感じしますよね。でそれから、あとなんだろうな、夢だったら例えばタイムマシンって夢あるよねって言うけど、タイムマシンを作ることが目標ですってあんま言わないと思うんですよね。うん、でタイムマシンをこうなんか作ることをなんかいろいろと目指しているうちに、まあ、例えばなんか時空間のことがこう新たに分かったりとか、実はそのタイムマシンを作る構造っていうのがなんかこう宇宙船を作っていくっていうことにこうつながったりとか、まあ、そんなイメージになっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりはするんですよね。というのはイメージですかね。どうですかね なんとなくイメージ湧きます。例えばあのタイムマシーンってもうあの相対性理論とかのからあのもうなんか過去に戻ることとかって、ね、不可能だったりするんですよ。なんか僕もあんまりそこら辺の知識詳しいのはよく分かってないんで、なんとも言えないなっていうところではあるんですけど、なんだっけ、光の速さでなんか1年から3年くらいうわーってこう例えば銀河系宇宙とかを宇宙の空間をうわー回ってたらなんか戻ってきた時に、地球では2、300年経ってるみたいな、2、300年ですか、50年とかだったかな、まあまあなんか数十年から数百年経っているっていうようなことはあり得る。だから僕らのスピードで過ごす時間と光のスピードで過ごす時間っていうのは大きく下がっていくみたいな、そんなイメージですね。っていうところだと思います。だから未来に行くことはできても過去に行くことはできないっていう時にタイムマシーンじゃないよねみたいな話ですから、タイムマシーンを作ることもできない。だからタイムマシーンを作るっていうのは夢だけど、でもそれをあの実現させることはできないから、それをあの目指すことによってなんかいろいろとまた別のねあの機械とかが出来上がる、もしかしたらめちゃくちゃ早いなんか機械が出来上がるとかね、あのめちゃくちゃ速いっていうか、その移動速度がめちゃくちゃ速い機械が出来上がるみたいな、まあ、そんなところもあったりするんじゃないかなっていうふうに思ったりはします。はい、ということでね、ちょっとね、まあ、あのすごい面倒くさい気が出てきてるんですが、はい、次のね質問に行きたいと思います。はい、ちょっと待ってね、ちょっと ここら辺のゾンビをね一掃してからね次の質問読んでいきたいと思いますんで、あれこんなにここいたっけ、なんか2、3、あー、まじ、もったいねー、なんでこれ使っちゃったべや、あら、そら一撃でやられますわな。でもなんか次のボスとかも考えると、なんか意外とねラメラも使う機会ってなかったりするんだよね。さっきのヒュージフライっていうねあのハエ、のゾンビが出てきましたけど、こいつ別にね、なんかマグナムぶちかまして戦うほどのゾンビでもない、ゾンビじゃねえや、敵でもない。おお、起きてる、起きてる。組み付かれる。あれ、こんなにゾンビここ出てきたっけ？ああ、もう久々にやるとも全然記憶ないな。なんかせいぜい2、3体だった気がするんだけど、めっちゃ立ち往生してた。あ、グレーみたいなゾンビおる。グレーはゾンビになる前にね、あの目玉ぶっ飛んでお亡くなりになりましたけどね。あれさ、まだドラマだからなんて言うんだろう、ね、目玉がちょろっと出てるぐらいだったけど、アメリカの漫画の、ね、シーン切り取ったやつがあったんですけど、完全に目玉固めぶっ飛んでましたからね。まあまあそんなところもやって当たる、よし、では一本強いが、
ドーン、オッケー。じゃあ次行きましょうか。予約終わったね。からついたね。オッケー。アイテム全然持てねー。まあいいや。はい、じゃあ次行きましょう。ごめんなさい。毎年年始に目標を立てるのですが、いつも途中で挫折してしまいます。ひどい時は三日坊主とか始めることすらしないこともあります。目標を達成するために必要なことはどんなことでしょうか。なるほど。ありがとうございます。ごめんなさいね。もう年始どころかもう、1月も半分以上過ぎちゃって、この質問を読み上げているんですが、なんだろうな、こういう人、まあこういう人とかこういうパターンになる人っていうのが、結構、その条件が整ったら始めようっていうふうに思ってるんですよね。なんだろう、服を買い揃えるとか、勉強の小道具、参考書買うとかっていうの、そういうのじゃなくって、まず小さく何でもいいから始めてみると、体を動かしてみるとか、なんか、物書いてみるとか、作ってみるとかっていうことを始めてみるっていうイメージですね。それも、なんか物足りないくらい小さなことでいいんですよ。例えば料理一品だけ作るとか、その全部作ったらめんどくさいから、料理一回について一品だけ作ると。で、そうすると、トータルで5品作るとするじゃないですか。そしたらそのうちの4品とかは別に惣菜とかでいいんですよ。で、一品だけ作っちゃうみたいな、そんな感じですよね。で、あとはまあ、例えば腕立て伏せ一回だけするとか、みたいな感じですね。一回だったら、俺15回はできるしとか、私10回できるしってなんですけど、それでも物足りないじゃないですか。物足りないってことは、人間ってもやもやしている状態だと、次に早く行きたいなっていうふうになるんですよね。次やりたいなと。だから、ドラマとかでも、トータルで10話あったとして、なんか、2、3話見たら、もう次の展開とかがすごい気になって、もう4話、5話、ああ、気づいたらなんか全部10話見てすっきりしたわ、みたいな感じになると思うんですけど、それと同じなんですよ、目標の立て方っていうの。目標の立て方というか、立てた目標に対しての行動っていうのはそういうもんなんですよ。だから、情報とか、なんかこれが整ったらできるみたいな、その、こういう情報が集まったら始めてみようとか、だから副業をやろうとか転職しようとかっていうのも、なんか情報が整ったらやってみようとか、いくら稼げるかとか、どうやったら会社開けるかとかって、情報整ったらやろうとか、環境整えてからやろうとか、ね、それから一緒にやってくれる仲間探そうとか、そういうことをやっている暇があるんだったら、まずこれをやってみようっていうくらいの軽い気持ちで始めてみるっていうことが大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、それがなんか何て言うんだろうな、一回やっちゃうと、もう一つ陥りがちの罠じゃないかなって思うのが、なんか続けなきゃみたい な脅迫観念に襲われる人って結構いると思うんですけど、そんなこと全然ないんですよ。別に辞めたかったら辞めたらいいし、会わなかったら辞めちゃえばいいっていう、そんな感じなんですよ。だから楽しかったり、もう少しだけやってみようかなって思うことだったとしたら、続ければいいと思いますし、そうじゃなかったらさっさと辞めて、次別のことやる、試すっていうことをやってみていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからいろいろやってみて、うまくいったりダメだったりっていうのがたくさん出てくると思うんですよ。僕なんかでも本を日常的にこう読んだりとかしてるんですけど、その本一つに対してもこの本面白くないなと思ったらすぐやめますからね。だからそれ読書っていう意味では、本をね、読もうというふうに思うんですけど、それでも残念ながら面白くないなって思う本があったとしたら、それはもう早々にね、本読むのやめちゃって次の本に移るみたいなね、これもある種目標達成 の、まあ、一種じゃないですか、本を読むっていうのがね、だからたまたまあなたが始めようと思ったことに対して合うものが見つかってないだけなんですよ。だって好きだったらいくらでも無限にやれると思うんですよね。その目標じゃないけどよくあるのがスマホとかなんかはこう無限に見てると思うんですよ、ね、だって今時パソコンで、ね、YouTube 見るとかって多分少ないと思うんですから、そういう意味でいくと、多分スマホね、結構見てる、スマホで結構 YouTube とかね、なんかショートムービー的なものとかも見てると思うんですけど、ってなって、だからいろいろ試してみていただいて、あなたにこれ合うなとか、なんかこれだったら無限に続けられるわなっていうのが、まあ、いつか見つかる瞬間が来ると思うんですよね、それをいろいろ試してみて、ダメだったらなんでうまくいかないのかなっていう原因をちょっとこれフィードバックしてみて、情報を集めたりして、で仲間に聞いてみたりと、そこでようやくうまくいくための、続ける、続けるためのごめんなさい、環境づくりを始めてみると、こういうそんな感じですね。だから何かが整うまで待ってみて、それができて初めてスタートだったら一生続かないし、そもそも始めないっていうような状態になっちゃうんで、こういう時に限ってゾンビがいないんですよね。ゾンビ？ゾンビ？あれ？あれ？ゾンビ？ゾンビどこ行った？消えた。あれ？
ちょ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 ぴょん、あい、あい、失敗、あれ、失敗したようで失敗してない。ちょっと、ゾンビがいない。あ、いた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 。やっといたよ。はい、お注射よ。プチュ。気持ちいい？ツボ、ツボだもんね。ツボマッサージだもんね。それは気持ちいいよね。で、他のやつは関係ないから、とりあえず。まあ、さすがにね、このボス戦で出てくるゾンビなんで、やっちー。なんでね、うん。まあ、結構、なんだろうな。体力が低いよね。そこら辺はありがたい。うん。ということですね。ごめんなさい。なので、まあ、目標を毎年立てるっていうこと自体はすごく素晴らしいと思います。僕、目標立てずになんかいろいろこれやってみようかなってやっちゃうこともあるんで、それをちょっと立ててね、始めてみようっていうふうに思って行動されているあなたはすごく素晴らしいというふうに思います。ただ一方でじゃあ続かないっていうのは多分その立てた目標がそもそも間違っているっていう可能性もありますし、何かできるようになるまでっていうのをちょっといろいろ環境とかね、情報とかっていうのを集めようとしすぎてしまっている可能性っていうのもありますので、そこまでは必要ないよっていうことを、まあ、思っていただいて、ぜひね、目標達成のためにいろいろと行動を仕掛けてみていただけたらなというふうに思います。ということで、一旦ね、回答は終わったんですけど、どう考えてもこれ今質問を読むタイミングがないんで、ちょっと待って、このボス倒したら一旦落ち着くと思いますので、ね、そうだったら次の質問を、ね、読みたいと思います。なかなかこいつが倒れてくれないから、平石にもね、パクンチョしてくれないから、今レオンが完全に平石のカメラで受けたよね。ああ、そういうことあるんだな。もう長くこのバイオ6やってなかったんで、何年くらいってなるのかな。社会人になってからもね、多分16年くらいの社会人になりましたけど、弟と、なんだっけ、ああ、いた。弟とね、ちょくちょくね、このバイオ6やったりとかしてましたけど、なんか改めて一人でじっくりやってみると、結構ガチ。あ、よし、いた。OK。じゃあこれでもう、シモンズお亡くなりになりますんで、次の質問読んでいきたいと思います。はい、子供の頃に父親に怒鳴られて殴られたりしたせいで、今でも同格的な人に会うとビビってしまいます。ある種トラウマのような感じなんですが、どうすれば克服できるでしょうか。あ、これ結構長い話ですね。いや、なんか気持ちわかるな。僕もね、父親にね、殴られたりとかね、僕殴られたら平手打ちくらいかなとか、一発蹴られたこともあったりとかするし、蹴られた時に吐血したっていうようなね、こともあったりしたんで、だいぶ、きつかったなっていう記憶はありますけどね。もうちなみにゲームは終わります。あとはもうエンディングテーマ流れるくらいかな、なんですけど、どういう場面でそうなったかですよね。一つはやっぱり自分が強気に出るっていう経験をしなきゃいけないんですけど、それができたらね、苦労はねえわっていう話ですよね。これどうかな、どういう場面でそのお父さんにね、怒鳴られてしまったりとか殴られたりとかっていう、まずはその何でしょう、今のその同活的に関わってくる人をどう対処するかっていうよりも、お父さんになんでそういう接し方をされたのかっていうところを振り返って、そこの克服をすることの方がはるかに大事だと思います。なぜかっていうと、今その目玉ドーンをすると なぜかっていうと振り返って見ないと、根本原因断ち切らなかったら、結局にまた同活的な人を、その人は対処できるかもしれないけど、同じような場面、同じような状況を繰り返しやってしまった時に、アウトみたいな、そんな話になるんですよね。だから、お父さんになぜそういう接し方をされてしまったのか、なぜお父さんにそういう、手を出されてしまったのかっていうのを考えて、あ、こういうことを実は自分が例えば、自分がそのお父さんに何回も注意されたことを破ってしまって、で、お前いい加減に言うことを聞きよバーンだったとしたら、当然ながらこのご質問者さん自身の振る舞い態度っていうところが問題があるっていうところなんで、そこを見直すっていうと、やっぱり自分次第で何とか解決ができると。で、一方でお父さんのやっぱ気分的なところ、が問題だっていうような話だったとして、それはもうちょっと克服のしようがないと思いますんで、できる限り同活的な人とそもそも付き合うのを避けると。これお父さんと、仲直りができたとしても、
仲直りというのは、今仲直りしてたとしても、あのその過去のね、あの殴った怒鳴ったお父さんと仲直りしたとしても、そもそも同活的な人と付き合うのを避けたらいいと思います。あのそういう人となぜそういう場面で付き合わなきゃいけないのかっていうところもあるんで、まあ、まずでもどうしてもやっぱり同活的な人と付き合うなくちゃいけない場面が出てくるっていうことであれば、あのまずはお父さんとの過去のお父さんとの仲直りっていうことが大事になってくるというところですね。で、それでもやっぱり解決ができないということで、もうだって付き合う人がないんで、だって精神的にムラがあるような人と付き合ってたらあなた自身が壊れちゃいますんで、そうならないためにも、あのそういう人たちからもう避けるというか、まあ、あの無視する消えるっていうようなことをしてみてはいかがなというふうに思います。はい、ということで、もうあれだね、結構いい感じで進んでますね。もうあのゲーム自体は終わりになりますので、このままエンディングを迎えていきたいと思います。まあ、だからエンディングなのでもムービー見てるだけですから、質問サクサクっとね答えていきたいと思います。続いてですね、続いては1週間休みが与えられたら何をしたいですかということですね。はい、ありがとうございます。1週間ね、休み与えられたらね、もう何が何でも海外旅行行きたいね。もう人生で最高の1週間っていうのが僕の中では2019年の4月1日から4月7日までに行ったロサンゼルス旅行、一人アメリカ、これはまず間違いなく本当に楽しかった。 NBA 見たり、ラスベガス行ったり、なんかあのね、あの上半身裸で歩いてるお姉ちゃんを見かけたりとかね、夜のハリウッドでみたいなこともあったりとかしたんで、まあ、すげえなーと思いながら、まあ、まあそんな話はどうでもよくって、そうですね、まあ、海外旅行普通に行きたいですね。まあ、海外旅行に行ってやっぱりいろんなね、異文化に触れることで自分のね、知らなかったこととかっていうのを知る経験っていうのはやっぱりこの先の人生すごく役に立つなっていうような経験をしたんですよ。僕どっちかっていうと人見知りで、あんまり人に声をかけるのもかけられるのも好きじゃなかったりしたんですよね。なんですけど、やっぱりアメリカの人たちと、僕英語が喋れないでコミュニケーションを取るのに、何が何でももうボディーランゲージをしようが、日本語で話しかけようが、何しようが、やっぱり分からないことを聞かなきゃいけないという場面があるんですよ。残念ながら、アメリカはハワイみたいに、アメリカもハワイか、ハワイだけは日本語が第二言語みたいなのあるんですけど、まあ、当然アメリカ本国の方はね、そういうのがないんで、まあ、英語を読み解くしかないんですけど、でそれ英語を読み取っても分からない場合はこうなんか身振り手振りでね、人に話しかけて、ここ行きたいけどどう行ったらいいとか、あそこはどうしたらいいみたいなことを聞かなきゃいけないんですね。そうなった時にどうしても無理くり喋るっていう場面があって、でそれがまああったおかげで、僕日本に帰ってきてからね、ちょっと気になるようなこととかがあったらすぐにその店員さん呼んで聞いてみたりとかっていうのが、まあ、なんか人とその話すっていうのが全然ね、なんていうんだろう、抵抗感がなくなったっていうのはそのアメリカ1週間のおかげだったりしますけどね。あとは仮に今のコロナの状況が1週間もっと続くってなった時の1週間休み与えられたら何したいかってなったら、もうね、そうだな、旅行以外でってなったら、あとはまあ本読み漁るかな。本読み漁って筋トレしまくる、そのくらいかな。なんか高望みしてこれやりたいとかあれやりたいみたいなことっていうのは特にないんで、まあそんなところですかね。逆に皆さん1週間あったら何します？何ができます？ね、どんなことしたいんだろうな。まあそのあたり。逆にこの1週間休み与えられた時の何だろう、何て言ったらいいんだろう、意図って何だろう、何でこの質問されたんだろう、何でこの質問が来たんだろうね。まあまあまあいいや、はい、ということでやって、まああまり深く掘り下げていくような質問でもないと思いますので次行きたいと思います。ということで次ですね、これ読んだよな。人生何をやってもうまくいくということが分かっていたらどんなことに挑戦したいですか。ああ、女関係ナンパとかしてみたいですよね。ナンパしたことないですからね。なんかじーっと見つめてくる小さい子とかに声をかけるとか、なんだろう、手振ってみるとか、そういうのはやったりはするんですけど、ただ女性関係はね、やっぱりね、振られると辛いっていうのと、あとやっぱ異性なんで、
まあ、万が一のことがあった時やばいですからね、うん、だからそれが怖くてなかなかね声かけられないっていうのはやっぱりね、なんか綺麗なね人とかね見たらね、いざっていう時にねなんかついつい やるってその、うん、ダメだな、この発言まずいなこの発言まずいけど、うん、なんかね、別に番号を聞くとかね、夜の街へ繰り出すとかそんなはしないですけど、ただね普通にコミュニケーションは取ってみたいですね、会話とかしてみたいなというふうには思うんですけど、なかなかねそういうわけにもいかなかったりするんで、まあ店員さんくらいだったらね普通にね、まあちょっとなんかおすすめのドリンクなんですかくらいのスタバとかね、タリーズとかで聞いたりはしますけど、それ以上の会話はなかなかね仕掛けることっていうのはできないですよね。まあビビリかっていう話なんですけど、うん、っていうところかな。まあ何やってもうまくいくんだったらね、まあね、いろいろ仕事とかね、まあ、バスケとか声優とかって、まあ、声優とかね、バスケ別に失敗してもいいからやってみたいなっていうのはあるけど、まあ、女関係はねちょっとね、まあ、今ね、まあ、でも今はやんないですよ。これが例えば5年10年前とかのね盛りの時期だったら女関係ガンガン行きたいなと思いますけど、もう今はねもう奥さん子供もいるし、別に何か女性に飢えてるとかそういうわけじゃないんで、全然そんな気はないですけど、いやいやお前そんなこと言いながらって偽善者だろうって思ってる方もいるかもしれないですけど、いやいや別にその全然本当に子供が可愛すぎてもう可愛い女性が目に入らないですから、あマジで子供可愛いっすよっていうところなんで、うん、だからまあ、そういう意味ではまあいいそうかってなったら、じゃあ今から何したいかだよな。起業でもな、起業もやっぱりなこう失敗するかもしれないっていうリスクがあるから挑戦しがいがあるからな、何でもうまくいくっていうことが分かってたら、もはやそれって挑戦じゃない気がしてきたな、どうです、なんかそんな気がしないなと思っちゃったんですけど、まあ、もしちょっと違ったとしたらごめんなさいね。あんまりね何でもうまくいくっていうこととなんか挑戦っていう言葉が今なんか噛み合わない気がしてきたんで、まあそんなところかなという気がしますね。うん、まあ仮にまあ、今かどうかっていうのはなし抜きにしてなんか挑戦できるってなったら、やっぱり女性関係もうちょっとねいろいろと。まあ、あえて言葉悪く言うなら遊んでみたかったかななんていうふうには思ったりしますけどね。はい。エンディング長いですね。これあとどのくらい続くんだろう。シモンズ長いな。まあ、シモンズもね女関係でねやらかした男の一人ですからね。こいつ面白いよね本当に。はい、まあ、まあそんな話はいいとして、じゃあ次行きましょうか。結構サクサクっと質問いけますね。はい、じゃあ続いて、人生一大事、大勝負をかけたいと思ってます。いくつか候補あるものの何をやるかはこれから決めるんですが、全財産ぶち込んでまでやりきった方がいいでしょうかってことですね。何したいんだこの人、人生全財産ぶち込んで、何ギャンブルかなわかんないけど、うん、何したいかですよね、うん、というところなので、なんだろう、ちょっと回答が難しいところではあるんですけれども、まあ、リスクヘッジきちんとかけといた方がいいですよ。だから全財産ぶちまけるかどうかわかんないですけど、じゃあそれがどの程度うまくいく確率があるのかで、どのくらいの耐久力、要はお金とか時間とかを儲けることができるのかっていうところですね。だからこのくらいのお金をつぎ込んだ際にうまくいったらこれだけのペイが返ってくる、失敗したらどれだけのお金を失うっていうことをきちんと考えておくと、でその際にかかる時間っていうのはこのくらいで、じゃあ今例えば仕事をやってるんだったら仕事との両立を考えた時にこのくらいの時間だったらかけられるなとか、このくらい の人材になったら揃えられるなとか、このくらいのだったら家族に迷惑をかけても大丈夫かもしれないなっていうふうに、あらゆる面で考えておく必要っていうのがありますね。それをなんか見切り発車でバーってやらなきゃいけないみたいなことだったとしたら、それはちょっとね、なんていうんですかね、大勝負というか、もう単なるね無謀になるだけになりますんで、それはなんか違うなっていう気がしますね。うん、だからちゃんと何か物事をやるときは、まあ、見切り発車で、ね、うまくいくっていうケースもあるんですけど、それって大概表に出てくる成功者だけなんで、成功者の真似をしてそういうことをやろうと思ってるんだったとしたら待ったっていうふうに僕だったらかけますね。僕ちょっと慎重派だったりするんで、なんでかっていうと、その成功した人は当然ながらマスコミに取り上げられたりとか雑誌に取り上げられたりとか、ね、こう
光を浴びる、当然ながらスポットライトを浴びる場所に出てくるのは当然ですよね、うまくいってるなら。でもその一方でうまくいっていない人たちっていうのが裏に5万ともその何百倍何千倍何万倍っている可能性が高いんですよ。となると、まあ、当然ながら何かリスクヘッジをきちんとかけておかなきゃいけないですね。だって起業するにしても10年以内で生き残る会社って 3% から 7% って言われてるんですよ。めちゃくちゃ少ないですよね、うん、だって100社建てて3社しか残らない、7社しか残らないっていうような現実の中で、でも俺起業するわみたいな風にやっていく人って後を絶たないわけじゃないですか、うん、いやそれはなんかね、多分半分以上、多分8割くらいは見切り発車でやってるんじゃないかな。だから3社7社で残る人たちっていうのはちゃんとリスクヘッジかけた上で先行きを見越して、こんなサービスこんな商品提供してこんな環境でやって、でこういうお客さんをターゲティングしてみたいなのがちゃんとできてると思うんですけど、いや俺のラーメン売れるっしょみたいな感じで、なんかだって俺ってなんか年になんか300杯ラーメン食うし、でそんなラーメン通の俺が作るラーメン絶対うまいんだからって言って、なんか味だけをね求めて、確かにラーメンうまいんだけど立てた立地が悪いとか、お客さんのターゲット層が全然合わないとか、それから家賃がなんかめちゃくちゃとか材料費かけすぎて1杯800円で売ったけど、実は人件費と材料費と家賃と合わせたら実は900円かかってて、売れば売るほど赤字になったとか、そんなこととかってあったりするんですよね。そういう、なんかいろいろとこう考えた上で大勝負っていうのはかけてみられるべきっていうふうに思いますので、まあ、候補はあるっていうことだったんで、多分まあリスクヘッジはねある程度かけられるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、まあ、そういうことも考えてみて人材さんぶち込むかどうかは決めてみたらいいかなというふうにですね。結局金が全てじゃないみたいな話とかあったりしますけど、人間金がないと生きていくことは今のところ残念ながらできないですから、まあね圧倒的フォロワーがいて金がなくても、ね、家泊めてくれるとか料理ごちそうしてくれるとか衣服を用意してくれるとかねっていう友達関係とかねフォロワー関係がいるのであれば大丈夫だと思うんですけど、例えばまあレペゼン地球さんとか、まあ、いわゆるレペゼンフォックスか、レペゼンフォックスさんとかだったら全財産ね失ったとしても多分誰かが助けてくれるんだろうなっていうふうに思うんですけど、あんな特殊な例ないですから。だってじゃあレペゼンフォックスさん以外でじゃあ他に誰かやってくれるってなったら、まあ、なかなかいないと思うんですよね、うん、成功してる芸能人さんとかね、YouTuber さんみたいなインフルエンサー系の人たちはね誰か泊めてくれるかという、泊めてくれる人の家とかに泊めてくれるっていうのはあるかもしれないですけど、うん、いや普通に考えたら一般人はそれはできないと思いますから、せいぜい頼れて親くらいだと思うんでね、はい、そのところですね。ということで、エンディングも終わって最後のムービー流れてますんで、まあもうあと 1,2 分で終わるかと思うんで、まあちょっとムービーをねチラチラと見てね、このパート終わりたいと思います。次回からはクリス編に入っていきます。で記憶を失ったクリスなんですけれども、クリスってなんかバイオ5の時にゴリスになったじゃないですか。あれ体重が98キロっていう設定なんですけど、ちょっと細身になったかなって思ってるんですけど、バイオシックスの場合は。ところが100キロなんで2キロ増量してるんですよね。酒の飲みすぎかっていう感じなんですけど、まあそこら辺の話は冒頭のムービー見ていただけたらいいかなっていうふうには思いますね、はい、イングリッド・ハニガムこれ33歳らしいですね、うん、で、ヘレナが24歳というところですね。ヘレナな本当になスタイルめちゃめちゃいいですよね。スタイルめちゃめちゃいいけどなんか残念なんだよな、なんか残念なんだよな。あとまあ個人的にはお尻が大きすぎる女性はまあね、アメリカはなんか好きって言われますけど、やっぱ僕はねボンの方がね上のボンの方が好きなんでね、ちょっと下がボンすぎる女性はちょっとタンマみたいな感じかな。まあ、ヘレナは今後の作品では出てこないかな。今度ねまたバイオ9とかがなもしあるってなった時には、まあ、クリスとレオンとジェイクがまた出てきたら面白いかなというふうに思うんですけどね。はい、ということでね、本パートもね最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。なんかなんだかんだで30分くらいになりましたね。はい、最後何がダメだったんだろう。あ、クリアタイムか、クリアタイム1時間だ。ちょっとね途中で区切ったりとかもしたんで若干時間がかかってしまったりはしてるんですけど、まあそんな感じですね。ということでね、本パートも最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。バイオシックスの、ね、人生相談まだまだこれからも続きますんで、次回パートからもお楽しみください。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。